わら。わら人形やて。これ俺の作った部屋ね。一人では死ねない呪いのかかった人間、処刑か襲撃で死亡した時に一人を選択して道連れにする。死亡した時に道連れを選ぶため、いつの間にか死亡していたということが起こらず語られにくい。誰を道連れにするかはが非常に重要となるため、いつ死んでもいいような心構えが必要。市民、市民陣営です。だから狼をぶち抜けば道連れで。カミングアウト、カミングアウト、カミングアウト。トーマス。カミングアウト。クリスが霊媒。やめようか。俺ここでさ、霊媒に使用してローラー一発目に選ばれてさ、霊媒師一人持ってってさ、ローラー早めに終わらしたのかなと思ったけど。程よいところで釣り、最後まで残ってたらわら人形の意味ねえからな。ただの村人として終わってくのは嫌だから、ちょっと程よいところで俺釣り対象になりたいな。あ、噛まれても OK だけど、噛まれ位置に来てないかな今。適当なこと今食ってるから。で、俺は俺なりに狼を見つけておいて、盤面上では適当なことを言っておいて、釣られて狼きっちり持っていけば、終わった時に神って言ってもらえるから、ちゃんと推理はしとこう。そう、私には見えたっつってさ釣られていってしっかり狼持ってったらめちゃめちゃかっこいいやん。だから推理だけはきっちりして、チャットではチャランポランなこと言っとこう。チャットでチャランポランなことを言うといて、ちょっと考えだけしっかりしとかんと。誰が狼かだけは絶対狼道連れにしたるからな。でもそれで市民持っていくのが高田健二。いや絶対狼持っていく。霊能に占いに、でクリスがスライド、トーマス人狼、ヒューシン、マイクシン、クリス狂人、これが一番しっくりくるね。クリスが占いからのスライドだから、あ、3人出た、人狼出てきたなっていうので霊媒にスライドした狂人で、トーマス人狼、マイクシン、ヒューシン。トーマスぶち抜いてやろうかな。それが一番しっくりくる。ポチー。あ、いいね、いいね。釣り、釣り。よしよし。
よし、カマレイチにも来ないでしょ、これは。釣り対象になる俺が。頼む、絶対オオカミぶち抜いてやるから。で、トーマスが人狼だ。見とけよ。ぶち抜き殺してやるからな。俺が、一番めっちゃいい展開考えた。村人バカばっかりで、なんか村ばっかり釣っていく流れになって、あれどうしよう、もうこれ PP 来るやんって時に、その時に俺が釣り対象になってきっちり狼持ってく、その次の日も PP が怖いなあいう話してて、独裁者が CO して狼釣って終わり。どう、この村の展開、この村の展開が来る。独裁者って入ってなかったっけ？なんで俺噛まれたの？絶対トーマス人狼や！抜いてやる！いや、トーマス行く。もう人狼読み。これは人形って人狼陣営だっけ。
やだ、怒らないで怒らないで。ごめん、これ本当にごめん。ごめんなさい。だと思うの？俺は市民の行動を取ったんだよ。もしトーマスが狼だったら俺すごいじゃんね。どうしよう。どうしよう。どうしよう、もう。怒られるじゃん。次々と来る人に来る人に怒られるよ俺。ジェシカさんちょっと無事で違う、トーマス死んだのに。
ごめんなさい。ごめん。ごめん。ああ、ヒュー抜いてたら優勝やったのにな。なんでトーマス行ったんだろう。トーマスが人狼じゃないのが悪いやん、こんな。トーマスが人狼やったら俺めっちゃ褒めたたえれてたられてたのに。なんでヒューが人狼かな。めっちゃ怒られる。30秒前。よしよし。10秒前。だら何日目くらい。4年目なんだよな。4年目なんだよな。ガチで4年目なんだよな、人狼。まあまあベテランなんだよな、4年って。